さあ、最後行きましょうよ。行きますか。ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何？まあ、だいたい賢者の石とか。これは難しいです。アズカバンの、はい、囚人とかね。副題っていうんですかね。副題ね。はい。どうなるか分かんないですけど。魔女。おかん。出た。出た、魔女。魔女。魔女ですよ。みんな、風呂入る。もしもし。もしもし。おう、もしもし。タカだけど。おう、わかんよ。うん。あ、ちょっと聞いてもいい？うん、何？ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何？クイズか。クイズクイズ、そう、何でもいいからちょっと答えて。今までハリーポッターと何々ってあるんだけど、一番新しいの。ハリーポッターと何？化石、ちなみに、ちなみに、こんな車は嫌だ。どんな車？動かない車。ありがとう。何それ。じゃあね。はい、さよなら。お父さんだよね。母親ですね。母、お父さん、おじさんが出たと思って、母親です。おお、おお、あ、酒部屋出てるだけです。母親です。一番で出ました。1ポイントだけど、まあ動かないのが面白かったからな。そうですか。合わせて2ポイントいただけますか、じゃあ。いやいや、1でしょうね。1ですか。ハリーポッターと化石。ゴロの悪さ。ゴロ？ゴロの悪さ。ゴロ？ちょっとこれ、最後、嫁にも聞いてみていいですか。おいよ。でも風呂入っちゃうから大丈夫。ちょっと待ってください。はい。おやじからメール来ました。はいはいはい。何ですか。カニが喋りました。答え。カンニン、カッコカニ、カンニンしてっていうメールが来ました。なんもう、なんでしょう。あれじゃダメだと思ったんですかね。ああ、カニン、カンニンして。すごい真面目。答えをしっかりと。スクショさ。なんかでもやっぱその、ダジャレ好きなのはやっぱお前の血なのかな。まあね。うん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 。あ、お前の嫁か。嫁出るんだったらいいよ。ちょっと電話してみていいですか。うん、もしもし。もしもし、はいはい。大丈夫今。ちょっとも、もう一個聞いていい？ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何？あと5秒で。思いついたのでいいよ、本当に。ハリーポッターとお父さん。うん。じゃあ。はい、ゆっくりお風呂入って。はい。はい、ありがとう。かけるんじゃなかったと思いますハリーポッターとお父さんです。いかにさ、はい、皆さんもその一本グランプリとか、はい、大喜利のね、ライブとかで、うん、面白くないなって思ってる、思ってると思います。このいかにこう瞬時に答えられないかっていうのは、ね、はい、分かると思うんですよ、本当に。迷う、三つ目がね、迷うね。迷うね。いや、そうですよ。一応かけてみますわ、あの、ミルナさんに。おぉ、はいはい。ミルナさんの家電ですよね。あ、家電ね。まあ、家にいれば出るんじゃないか。親父はもう、店なんで。なるほど。ね、時差はあるんだっけ。時差はないですよ、御殿場です。フィリピンにいるわけじゃない。出てくれ。出てほしい。出てほしいなぁ。見るなさぁ。あ、10回目。まあ、いないかぁ。見るなボンドックさんいませんでした。親父の再婚相手、僕の2個上。出るだけで面白い。出るだけで面白い。出るだけで笑っちゃう。日本語わかるんだっけ。日本語わかります、ね。もしもしって出ますか。ハリーポッターなんとか。ハリーポッターは絶対番組ですね。全世界共通ですから。ハリーポッターと問題は
伝わるなと思ったんですけどね。何着ても面白いですね。確かに。もうバナナ。バナナなんか。バナナ。バナナ100点ですよ。もう親父しかないかな。親父さんに聞くっていうのはどう、ミルナさんの。あ、携帯を。携帯を。それはありですか。全然ありですよ。全然ありだと思いますよ。はい。たびたびごめんね。あ、そう、ミルナさんのさ、電話って聞けない。さっきみたいにちょっと急に大喜利答えてもらえないかなって思ったんだけど。大喜利？うん。分かんねえな。いや、意味分かんないと思うよ。一応聞いてみたいのは、ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何っていう、まあ、タイトルをね、どんなタイトルだったら面白いかを答えてもらいたかったんだけど。知ってると思うけど、発音がさ、全然俺が日本のあの発音がおかしいっていうからさ、ハリーポッターっつっても、多分分かんないと思うよ。え？あ、日本語の英語でハリーポッターって言っても、ハリーポッターとして捉えられないこと。日本人には分かるようにハリーポッターって言うと、何それって言うんだよ。だから日本語でほらクッションとかさ、何っつって言うから、本当はクッションなんだって向こうでは。ああ。だから全然こう同じやでも発音が違うもんで、伝わらないに関してはね。今はちなみになんか家にいるの？今あれだ、オアシスに行った。スーパーセント入ったって。スーパーセント入った。仕事が、そうそう、仕事が終わってほら、ちょうど3日間行ってさ、箱根で。あ、そうか。オアシス行ってた。だから、電話出れないと思わないよ、多分中入ってると思う。じゃあちょっともう代わりに答えてもらうしかないけど。代わりに答えてもらうしかないけど、じゃあハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何？ハリーポッターって俺見たことないんだけどな。だけど何でもいいんだよ。だから、ま、別に魔法のあれだな。魔法系だけどね。そうだね。魔法のクッチョンかな。ありがとう。伏線だったんですか。当然ですよ。いらないテクニックだけはあるんですよ。実質実質だ。まさか。かぶせてきましたよ。逆転ですよ。だボケを回収してくるみたいなテクニックだけはあるんです。親子でやってくるんですね。これね、やってきたね、これ。すげえ。すごい。何言っても滑る空気だったね。はい、すごい。こっから逆転あるんだ。来ましたね。2ポイントですね。2ポイント。すごい。今のは。まあ、ミルナさんがね、出ればよかったんですけどね。まあ、もう今、銭湯で休んじゃってるってことですから。何の会話だったんですか、最初とミルナさんが仕事終わって、足柄に行くんだから。お客さん、忙しかったんだよ。あんなことしたな。化け物しかないんじゃない？バケモンね。父親ですかね。あれバケモンだよ。張り切りとバケモンの息子だよ。お願いします。もしもし。お父さんです。お父さんですか。はい。あの息子なんですけど、あのちょっとまたあの質問するので、ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何？あの、映画のハリーポッター、そういうの？ハリーポッターと空飛ぶ UFO。 空飛ぶ UFO。 ありがとうございます。ちょっとまた電話します。ありがとうございます。はい。ポイントならずですかね。これはボイス空飛ぶ UFO。 空飛ぶ UFO は何でもない。私弟。弟来ますか。はい。いいですね。何個下でしたっけ。4つ下です。28。はい、28です。うん、立派になって結婚して子供もいてね。はい。もしもし。あ、もしもし、わかる。あ、私、うん、そうそう。え、ちょっと聞いて。
ハリーポッターの最新作ハリーポッターと何？ちょっと答えてみて。最新作、うん、最新作、え、誰？え、誰？誰で？え、これどうしたの？声こんな声やったっけ？え、ちょっと風邪気味やき。あ、そうやんな、びっくりしたわ、声違うかったから。あ、いくで。ハリーポッターの最新作ハリーポッターと何？アズカバンの囚人。いや違うって、これ大喜利やから、あのオリジナルで答えなあかんねん。それさっき言ってくれるの分からん。あ、ごめんな、風邪気味やったもんな、頭働いてなかったよな。全然そんな気分ちゃうのに。何しよった？今仕事から帰ってきたところ。お疲れ様、ごめんな、疲れとんのに。お題がむずいわ。分かった、うん、ありがとう。うん、あ、ほんならさ、あの、うん、他のやつ言ってみていい？簡単なやつ。いいよ。車は嫌だ、どんな車？自動運転。分かった、なんで？なんとなく、まあ、まあ、面白くないから自動運転は。あ、そうやな、そう、ありがとう、ごめんな、急に電話して、ありがとう。はい、毎日このこと考えよう。なんで？毎日こういうことを考えないかんのやな。うん、うん、いや、ちょっとなんか今大喜利で第一神道の人に聞かないかんのよ。だからお母さんとお父さんに聞いた後、あんたしか残ってなかったよ。ああ、3問あったからな、全部で。なんか、それなんかお題が出てるわけ、聞かないかっていう。うん、また言うわ、後で。うん、ごめんな、ありがとう、はい。また調子いる時に答えるわ。うん、はい、はい、すいません。めちゃくちゃいい。いや、すごいよ、やった、優しいお兄さん、君だぞ。それは嫌だ。誰か分からない。声が変わるぐらい調子悪いなんてさ。誰ですか？誰？誰だ。しばらく経ってから。自分でかけといて誰はないよ。ちょっと。あんた誰じゃないよ。自分でかけ待って誰？声が全然違うかったんですよ。すり替わってるっていう。そんな変わってた。いやもう一般の方でこれ当たり前ですよ、この。うん。急に言われて。そう。まだでもお父さんはいいよね。いい方よ。そうやってもいい方。やっぱすごかったね。今思えば一番面白いかもしれない。いや、そうよ。結構自信のまで言ったから、はいはい、いやもう、空飛ぶ UFO 言ってた、言ってた。ハリーポッターと空飛ぶ UFO。 空飛ぶ UFO。 でも、2回言ってたからね、あの、はい、うん、空飛ぶ UFO 聞こえなかったのかみたいな、うん、みたいな。違う違う違う、聞こえててその役者のっていう。親父がこんな滑るなんて。親父か。360こんな滑る。滑ってるとは本人知らない。早く見たいわこれ。これ見たい。親父がマリクソつまんない。すいません、本当に。本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。見たい見たいこれ。さあ、はい。どうしますか。ちょっと母親も一度。そうだね、お父さんも出ないし、出ないと思うんで、母親もう一回出てくれると思うんで、最初もないんだよね。すいません、そうなんですよ。はい、お母さん。はいはい。あ、ごめん、もう一回質問するね。はい、どうぞ。ハリーポッターの最新作、うん、ハリーポッターと何？知らなくてもいいの？バッと答えていただけたら嬉しい。もう一回言うよ。ハリーポッターと、ハリーポッターの最新作、うん、ハリーポッターと何？うん、七人の小人たち。はい、以上。ありがとう。はい、また連絡するね。はい、はい、じゃあね。はいはい。よしよし、いやいやいや、自信満々。いいんだけど、やっぱ語呂がいいと、
より際立っちゃうんだよな。これは空飛ぶ UFO 現象が起きました。衝撃です、衝撃です。空飛ぶ UFO と不思議です。頭ができた。心強い、ありがたい。早かったもんね。はい、いや、いいんだよね。ノリめっちゃいいのよ。いい人だ、優しいお母さんだけど。優しいんですけど、妹さんに出た。3個下、4個下。もしもし、あ、もしもし、ごめんごめん、うん、ちょっとさ、聞きたいんだけど、うん、ハリーポッターの、うん、仮に最新作が出たとして、うん、ハリーポッターと何、ハリーポッターの最新作、ハリーポッターと何、ハリーポッターと、うん、あの賢者の石とかそういう系なんでしょう。そう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 、そういう系のやつ。あ、石系だよね。石とか、まあ囚人とかなんかあるよね。ハリーポッターと何だろうね。赤石。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、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 いいですよ。ありがとうございます。いいですよ、赤石は。ハリーポッターと赤石は、待って、もう化石なんかより全然いいし。いや、もうすごい恥ずかしかった。より際立ちました。赤石は絶対ないしね。よかった。やっぱ、ゴロの悪さね。ゴロの悪さね。ゴロの悪さね。真面目さも出てて、やっぱ2ポイントでしょ、うん、若いだけあってよかったし、地獄の藤竹の自爆からちょっといやー、よかったんじゃないですか。面白かった。ほんと、おのおのの身内さんにお礼言ってきましたね、これ。あとです、ほんとにフォロー、はい、ね、これ、気分悪くしてる人もいると思いますから親父にお礼は見せたくない。俺は何にも言わないで、これもう。あなたはね、もう、ここで流されてることも、もう何も言わずに。言わずに、はい。ということですか。もう、親父さんがね、もう、はい、もう他の答えも聞いとくんで。そうですね。はい、またこれ、続編とかも期待しておいてください。はい、また来週、さよなら。